それは君だって同じでしょ。一番動き回ってたのは誰だっけ。そうですよ、ここ数日働き詰めじゃありませんか。本番前に倒れたりしないでくださいね、先輩。そもそも倒れちゃダメ。ちゃんと栄養のあるものを食べてゆっくり寝ないとダメだよ。じゃあ私が何か栄養のあるものを作りましょうか。眠りすぎて明日遅刻しないでくださいね。その心配はむしろかなちゃんに対してするべきでは。大丈夫だよ、ライブの日はお寝坊したことないんだから。それに明日は特別だしね。集まったというか、なんとなく外の空気が吸いたくなってここに来たらみんながいてさ、顔がほてっちゃって冷やしに来たらみんながいた。特に何も言ってないのに自然に集まっちゃいました。君だってなんでわざわざ屋上に。一緒だね。引きつけ合う何かがあるのかもしれませんね。これで歩ちゃんが来たら全員揃うね。ここまで来たらコンプリートを目指したいです。狙って達成できるものでもないでしょ。でも私なんとなく歩ちゃんも来るような気がする。ええ、私もそう思います。あ、やっぱりみんなここに集まってたんだ。本当に揃った。私たちチームワークバッチリだね。え、何の話。あ、しおりこちゃん、そんなところにいないで、こっちこっち。はい、しかし、やはり私はお邪魔じゃないですか。そんなことを言わないでください。しおりこさんも大切な仲間なんですから。いいえ、ここまで来られたのはあなた方みんなが諦めずに志を貫いたからです。お、しおこも分かってきたじゃん。確かにかすみん頑張ったもんね。こんなに頑張ったのって初めてかも。カスカスはベソベソしながらも勉強頑張ったもんね。ベソベソしてないし、カスカスって言わないでください。そういや、ベソ書いてたのはカリンゴだった。ちょっと、その話はもうやめてよ。安心して、現実よ。ここまでいろんなことがあったね。同好会に戻ってきた時はこんな大舞台に立つことになるとは思いもしませんでした。カスミンは確信してましたよ。だからこそたった一人になっても部室を守ったんですから。
私のお手紙を怪文書だと思って捨てちゃったのは誰だっけ？それはちょっと失敗しちゃっただけでしょ。摂通の生徒会長解任事件も今となっては懐かしいよね。あの時は落ち込みもしましたが、結果的に良かったんだと思います。ありがとうございます。と言っていいのでしょうか。いいんですよ。しおり子さんが生徒会長になってから学園が活気づきましたから。でもそう言えるのは今だからじゃないんですか。あの時は大変でしたよ。そうだね。しおり子ちゃん、同好会を廃部にしようとしてたしね。これも全部あなたが同好会をまとめてくれたおかげ、ミューズやアクアのみんなを集めてくれたおかげだよ。アイさん、スクールアイドルを始める前には想像もしていなかった景色が本当に見えちゃってる。こんなに楽しいなんて思わなかった。一つのことを本気でやるってこんなにも楽しいことなのね。あなたがいてくれるから私たちはバラバラにならないでいられるんです。ありがとうございます。こんなに楽しいこと教えてくれてありがとう。りなちゃんボードキラキラ。あれは私も悪かったから。それに私、あの経験があったからこそ自分がどんなにスクールアイドルが好きなのかが分かったし。そうそう、2人が喧嘩したからこそ歩のあんな生配信が見られたんだからね。あれには愛さん泣いたわ。愛くらい、愛だけに。もう愛ちゃんってば。歩ちゃんにはお礼を言わなきゃ。そうですよね。あの時私たちみんなスクールアイドルフェスティバルを諦めていましたもんね。そんな私たちをもう一度まとめてくれたのは歩、あなたよ。あれは生配信をやればいいってしおり子ちゃんが。結相を変えてみんなに全部伝えたいと私に言ったのはどなたでしたっけ。私は上原さんの気持ちを伝えるための手伝いをしたまでです。もうやめて、恥ずかしいよ。歩ちゃん、いい子いい子。かなたちゃん、感動した。かなたさん、恥ずかしがることないじゃん。ねえしおって。なぜそこで私に矛先を向けるのですか。そりゃもうしおこはかすみんたちの仲間だからだよ。それは明日も私をこき使うということですか。そういうわけじゃないこともないかな。明日もかすみんたちのこと助けてほしいし。ダメ。中須さんは意外と小心者なんですね。任せてください。明日は私も全力でサポートします。もうしおこってば脅かさないでよ。明日はみんな大忙しですね。ということはやはり今日はもう帰って明日に備えましょう。
あ、私にも。え？カオルコさんってスクールアイドルフェスティバルの立ち上げメンバーだった人よね。なら、なおさら、無様な姿は見せられない。難しい顔してどうしたの？もしかして緊張してる？今更緊張しても仕方がないでしょ？ここまで来たらなるようにしかならないわよ。別に謝るようなことじゃないでしょ。もっと肩の力を抜いていこうよ。めったにできない経験なんだから、もっと楽しまなくっちゃもったいないわよ。何度経験しても緊張はしちゃうよ。ルビーはすごくドキドキしてるよ。想像するの。この緊張の先を、この緊張が吹き飛んだ先の楽しいことを。あれは一度経験したらやめられないよね。ドキドキの後のキラキラだにゃ。我を心待ちにするリトルデーモンたちの歓声はいつ浴びても心地いいものだわ。今日のために頑張ってきたんだもの。努力の成果を発表できるのは純粋に嬉しいわ。それにライブで頑張った後のご飯は格別なんだよ。しかし今更ですが、ミューズやアクアを差し置いて私たちがオープニングアクトを務めていいのでしょうか。本当に今更ね。いいと思ったから任せるんでしょ。もっと胸を張りなさいよ。そうそう、どうせみんなの視線はカスミンが独り占めするんだから、しずこは難しいこと考えないでいつも通りにしていればいいよ。意気込みすぎてこけたりしないでよ。カスミちゃんならあるかも。リナちゃんボードじないもん。こ
ここから日本一可愛いスクールアイドル、かすみん伝説は始まるんだからね。かすみちゃんのずっこけ伝説ね。どんな伝説ですか？皆さん、泣いても笑っても間もなく開演ですわ。どうせなら笑いましょう。あふれる笑顔でいきますわよ。楽しみにしてくれてるみんなの顔を見たら、どんなに不安でも自然と笑顔になっちゃうよ。そうそう、スクールアイドルは笑顔が一番。その通り。ほら、スマイルスマイル、ニッコニッコに。はい、ニッコニッコに。声が小さい、もう一度ニッコニッコに。ニッコニッコに。やればできるじゃない。その調子よ。いってらっしゃい。こんにちは。君が私にメールくれた子だよね。私はカオル子。会うのは初めてだね。本当にスクールアイドルフェスティバルが開催されるなんて驚いたよ。一旦終わりにしたものを立て直すなんて苦労したんじゃない？お疲れ様。そして今日は楽しませてもらうね。ところで、この学校の生徒会長ってどこにいるかわかる？生徒会室に行けば会えるのかな？うん、そのしおり子がどこにいるのか知りたいんだ。あれ、しおり子のやつ言ってないんだ。私はってしおり子が言ってないんだったら、私も黙ってた方が面白いかな。まあ知り合いだよ。いや、ここにいればそのうち会えるからいいよ。忙しいのに声をかけてごめん。じゃ、頑張って。あ、戻ってきた。ねえねえ、会場見た？人がいっぱいで驚いちゃった。よかったって思ってもらえるように頑張らないとね。さ、そろそろ時間よ。行きましょう。頑張るじゃ。うん、客席から見てて。We'll be right back.
ついに始まるんですね。私の体温も上がっていくのを感じます。カオルコさんですか？そうですか、ちゃんと来たんだ。始まりますよ。こんにちは。私たち虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会です。ん？ミューズとアクアはどこって思ってる？大丈夫、ミューズもアクアも一緒だよ。みんなで踊っちゃうから。私たちはできたばかりの同好会で、ミューズやアクアに比べたら遠く及ばないけど、このイベントにかける意気込みだったら負けてない。だから私たちのことをじっくり観察して見定めてね。やる気満々、リナちゃんモード、うん、一生懸命頑張らせていただきます。きっとこのオープニングアクトが終わる頃にはカスミンの可愛さにキューンとなっちゃってるはずです。そこまでは言わないけど、名前だけでも覚えていってね。さあ、お祭り騒ぎをする準備はいいですか？スクールアイドルフェスティバル開幕です。すごい歓声。本当に良かったですね。おめでとうございます。大したことはしていませんよ。ボランティアを集めることができたら協力すると言い出したのは私ですし、お礼を言われるようなことではありません。学校説明会の時助けてもらいましたから、貸し借りなしということにしておいてください。そうしてほしいのでお願いします。しかしこうしてスクールアイドルフェスティバルを開催できたのはまさに奇跡としか言いようがありません。私は1000人のボランティアを集めるなんて到底不可能だと思っていました。夢を語って感情に訴えてどうこうできる数字じゃないと思っていたんです。けれどあの日、上原さんの夢と思いが生配信を通じて大きな波となり、日本中のスクールアイドルファンに届きました。そして不可能を可能にしたのです。人の心を動かすには感情が、心が大切なのですね。人は機械ではない。正論をいくら振りかざしても心を動かすことはできないのだということを学ばせてもらいました。ええ、感動して熱いものが込み上げてきました。そして私もあなた方と一緒に挑戦したい、このイベントをきちんと成功させたいと強く思ったんです。
そうですね。それと同時に頭を殴られるような衝撃もありました。そんなに驚くことではありません。今の私には上原さんのように他人の気持ちを動かすような感動を生み出すことはできないと理解したのです。人の心を動かすことができるスクールアイドルってすごい。これがスクールアイドルなんですね。はい。え？何を言ってるのですか？無理です。ほんの少しの期間練習に参加しただけの私ではみんなの足を引っ張るだけ。あのステージに立っていいのはこれまで多くの汗を流しくじけることなく頑張ってきた人のみ。私ごときが立っていい場所ではありませんよ。この後もたくさんのスクールアイドルが出てきていろんなイベントを行います。ライブやゲーム、その他さまざまな趣向を凝らしたものばかりです。あちこちで開催されるから入り口で配ったマップを持って学園中を探検してよね。フードコーナーも充実してるから食べ歩きもおすすめだよ。試食してみたけど美味しすぎてびっくりしちゃった。皆さん、ルールを守って楽しんでくださいね。それじゃあ、私たちは一度引っ込むけど、またすぐ会いましょう。ああ、かすみん、せっかくだから、みんなでスローガン言いたいです。スローガン、大事。リナちゃんボード、キラリ。じゃあ、行くよ。集え！みんなの夢！さあ、どんどん盛り上がっていくよ。次のコーナーは何？スクールアイドルあれこれナンバーワン決定戦ですわ。スクールアイドルあれこれナンバーワン決定戦。はい、さまざまなお題で競い合い、どちらがより優れているかを決めるコーナーです。なかなか面白そうだね。プライドをかけた名勝負が生まれそうな予感がするよ。ええ、間違いありませんわ。それでどんな勝負を見せてくれるの？第1回戦のお題はダンス対決です。ダンス対決ね。スクールアイドルらしい勝負だね。だけどどうやって勝敗を決めるわけ？勝敗を決めるのは観客の皆さんですわ。
より優れたダンスをしたと思う方に盛大な拍手を。なるほどね、客席からの拍手の多い方が勝ちってわけだ。これは両者負けられないね。さあ、気になる対決者は？ミューズから綾瀬えりさん、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会から浅香かりんさんです。ダンスに定評のある2人の対決、これは一瞬たりとも目が離せない。では両者前に。まさかまたかりんとダンス勝負をすることになるなんてね。私としては願ってもないシチュエーションだわ。エリちゃんに負けたおかげで一層練習に身が入るようになったのよ。それこそ一からステップを見直してより私という存在を表現できるようにね。あの時とは違うということね。楽しめそうだわ。だけど私もあの時とは違うわよ。あなたには悪いけど今回も勝たせてもらうわ。そう簡単に思い通りになるとは思わないでよね。早くもお互いを意識してバッチバチです。それではダンス対決スタートですわ。これは想像以上にレベルの高い勝負だね。どっちが勝ってもおかしくないよ。ええ、名勝負と言えますわね。確かにあの時とは違うみたいね。どう楽しませるのか考えて踊っているのが見ていて分かったわ。あの時はもっと独りよがりなクオリティだけを意識したものだったのに、こんな短期間でまるで全然違う人間になったようだわ。思わず私も見とれちゃった。はあ、私が成長できたのはエリちゃんのおかげ。今日はその成果が出せて嬉しいわ。けど、あれだけのダンスをして息を乱してないなんて、やっぱりエリちゃんはすごいわね。どっちも素晴らしいダンスだった。これはジャッジが難しい。でも勝負だから勝敗をはっきりさせないとね。エリさんの方が良かったと思う方、拍手をお願いします。なるほどなるほど。じゃあかりんちゃんの方が良かったと思う人。これは若干かりんさんの方が多いでしょうか。ダンス対決はかりんちゃんの勝利。なんとかリベンジ成功ね。負けたわ。どれだけダンスに時間を費やしてきたか一目で分かった。あなたの勝ちよ。これで一勝一敗、まだ引き分けよ。次も負けないから。望むところだわ。それまでに私もダンスに磨きをかけておくわ。一回戦から手に汗を握る名勝負でしたわね。踊りたくなる衝動を抑えるのが大変だったよ。一回戦の熱気も冷めやらぬところですが、続けて二回戦を始めたいと思いますわ。二回戦の勝負は？いかなる状況でも冷静でいられるかを競う平常心対決ですわ。なるほど、スクールアイドルには度胸も大事だからね。どんな時でも取り乱さないハートの強さを測ろうってわけね。はい、
こちらの対決の参加者には事前にお知らせしているので、相手を動揺させるための作戦も見どころですわ。それで今度は誰と誰の対決を見せてもらえるの？ミューズから東条のぞみさん。そして対戦相手は虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会から近衛奏太さん。前回の度胸対決では負けたけど、今回は勝たせてもらおうかな。ふふふ、今回も奏太ちゃんは動揺なんてしないよ。奏太ちゃん、ずいぶん余裕だね。それでは早速、2回戦始めですわ。かなちゃんには悪いけど、圧勝させてもらうね。何をしても、かなたちゃんには通じないよ。これを聞いても、同じことが言えるかな？スマホ？何を聞かせてくれるのかな。じゃ、再生するね。お姉ちゃんなんて大嫌い。これはお手本のような動揺。はるかちゃんに嫌われちゃったよ。どうしよう、どうしたらいいのかわからないよ。これにはさらに続きがあるんよ。ポチなんちゃって。いや、そんなのは嘘だよ。いつも私のことを一番に考えてくれてありがとう。お姉ちゃん大好き。今日はお姉ちゃんがスクールアイドルフェスティバルで活躍するところ楽しみにしてるね。あ、うわー、はるかちゃん、かなたちゃんもはるかちゃんのこと大好きだよ。かなたちゃん頑張る。嘘と分かって一気に上機嫌。この切り替えの速さはチカと同じものを感じるね。さあ、次はかなたさんの番です。ここでのぞみさんを動揺させることができなければ負けてしまいますわよ。平常心。かなたちゃんが用意したのはこれ。はい、読んで。手紙？一体誰からやろう？ってこれ、ミューズのみんなから。日頃言えないのぞみちゃんへの感謝の気持ちをみんなに書いてもらったんだ。こんなの反則やん。みるみるうちに顔が赤くなっていく。明らかに動揺してるね。では、この勝負は引き分けですわね。勝てなかったけど、幸せいっぱいだから悔しくないよ。
ちも。はい、この機会に勉強させていただきましょう。え、もうそんな時間？アイさん絶対見なきゃって思ってたんだよ。私も行きたい。リナちゃんボードキラキラ。私も行く。アクアのステージきっとすごいんだろうな。ねえ、知ってる？チカちゃんたち今朝もお台場の浜辺でダンスの練習してたんだって。今朝も？そう、エマさんが早朝散歩の時に見たって言ってた。さすがだね。前沼津に行った時も早朝練習してるのを見たよね。アクアのフォーメーションダンスが息ぴったりなのも納得ですね。こういう積み重ねを大事にしているのでしょう。アクアがハクアの砂浜でフォーメーション練習なんちゃって。お台場の砂浜はハクアとは言えない。もう細かいことはなしなし。うー、早く見たい。メイクアップチャレンジャーでした。すごい。今まで練習で何度か見たことあったけど、全然違った。やばい、本気のアクアだ。うん、すごいね、アクア。すごすぎるよ。アクアのパフォーマンスがすごいのは当然ですが、お客さんの一体感もすごいですね。ここにいるみんなの心が一つになったみたい。私、興奮して鳥肌が立っちゃったよ。それ、私も言おうと思ってた。こんなところで見てられないよね。ねえ、隣の人がペンライトを貸してくれるって。こんなにたくさん、ありがとう、リナちゃんボード、ペコリン。もう、我慢で
はい、こうなったら私の本気の応援をご覧に入れましょう。本気の応援って何？ふみちゃん、本気って言ったら本気だよ。全力で行くぞ。おお、小鳥ちゃん、私たちも負けてられないよ。アイさん、ミューズのステージの時もめっちゃ応援するから見つけてね。私だって道学のみんなのステージ全部大きな声出しちゃうから。嬉しい、リナちゃんボード、ポッポッポ。スクールアイドルってすごい！スクールアイドルって